この話はまた今度にしよう。次はニューデボンだ。いるわよ、サリー。今どこ？まだ上空だ。ショーラインの車が北に向かってったぞ。じきに出くわすわね。二人ともうまくやってるか？ちょっと問題もあったけど、今のとこ大丈夫よ。そりゃよかった。連絡してくれよ。俺は寂しいと死んじまうタイプだからよ。はいはい。後でね。よし、この橋の向こう側かな。捕まってろ。ねえ、車は諦めよう。行こう。守ろうとしてたんじゃない。ただこういうことはもう一生やらないって約束しただろ。私もね。でも俺は破った。君に言わなかったのは失うのが怖くて。失うって？エレナを。俺は無意識に自分を守ってた。ごめん。かなり歩かないとね。ああ、急ごう。うん。こっちよ。まあどうにか川は渡れたな。ええ、大変だったけど。そこに裂け目がある。お、いいね。じゃあ
どうやって登る？エイブリは最高の島を選んだわね。じゃあ今度のバカンスはここで過ごす？まあ、ありかもね。一人ぼっちか。そっか、安らかに眠るんだぞ。この服装からしてみんな住民だ。殺し合ったのか。多分違うと思う。こんなにまとまって。確かに積み重なってる。壁に寄せてるのかな。運ばれてきた時には死んでた。ネイト、ここは共同墓地よ。裏切り者、反逆者だ。こんなひどい死に方。こっちにも。ごめんよ、悪気はないんだ。また晒し台。こうやって反乱を鎮圧したわけね。最初からこういう計画だったのかしら。自分を虐殺するって。そうじゃなくて、理想郷を語ってみんなをおびき寄せたことよ。それで全財産を略奪する。まあ海賊ならやりかねねえ。たとえ海賊だとしても残酷すぎる。
首都を通らせてくれ。なんかそこ危なそうね。危ないぞ、気をつけろ。失礼。ところじゃない。崩れちゃってる壁と浸水さえなければね。ああ、で排水に問題あり。でもリノベーションしたら儲かりそう。さあどれどれ。誰かがダムを吹っ飛ばしてここを沈めたみたい。忘れてた。得意だったな。ねえ、エイブリの屋敷はどれかな。ああ、間違いなくあれだな。崩れてないやつ。ああ、あなたもやるじゃないの。まあそりゃ経験あるし、本も読んだし。やだ、最悪。え、何？入り口。サム、生きてたのね。今んとこな。行こう。よし、ショアラインに気をつけていこう。うん。んじゃダメ元だ。ああ、平気？こっちだ、低いぞ。奴の怒りを買っちまったか。また古いメモ。笑いんだ、エレナ、伏せろ。見えたわ。こっちもやられっぱなしじゃないからな。かかってこい。いつでも相手になってやるぜ。やられっぱなし。どうした？よし。おい、いるのか？
ここにいるんだろう。やったな。気をつけろ、また一人やられた。てめえ出てこい。終わった。エレナ大丈夫か？ええ、進みましょう。洞窟通ってく？ああ、そうするか。
て名はリチャード・ウォント、アダム・ボールドリッチからだ。気をつけて。おいで、ね、いい子だから。あら、優しいわね。おとりにするつもり？違うって、ジェントルマンらしくしたの。たまにはからかってあげないと。ああ、もう十分からかってもらってるよ。どうも。大丈夫？平気？そっちは？またびしょ濡れだ。疲れてあざだらけ。でもって腹減った。他は大丈夫。よかった。さあほら、行きましょう。この家を通って行こう。ついてくわね。住民たちが沈めたのかしら。まあ住民かもしれないけど。けどって他に誰が。一軒だけ沈んでない屋敷があるのがなんか気になってさ。エイブリーね。その通り。これなんだろう。ハエの王の話みたいだ。本当に。
に合うといい。なあ見ろよ、この大砲改造されてるな。うん、即席の防御装置。誰も戦うとは思ってなかったのね。みたいだな。そんじゃまた泳ぎますか。うわ、おい、流れが速い。待って、押さえてるから。ああサンキュー。いいぞ。やったじゃない。ありがとう。ちょうどいい重さだったよ。ああ、じゃなくて。大丈夫。今のは褒め言葉だったんだと思うから。そうそう、褒め言葉。登れた。別の道探すよ。ああ、むずいな。一人じゃ無理だ。オッケー。これ使えそう。よし、離れてろ。いいぞ。こいつをどかすか。よし、見て、トーマス・デューの印だ。ここは彼の屋敷ってこと。ナンバー2にのし上がった男か。何なのこれ。パーティー会場ってとこ。乗り遅れちゃった。ねえネイト、これ見て。また印か。マジかよ。何こいつら。エレナ、こいつらがリバタリアを作った海賊だ。何があったんだ。私はお医者様じゃないけど、見た感じ毒みたいだな。でもこれ何の集まりかな。金持ち海賊の自殺クラブってとこ。まさかな、こいつらが。エイブリーの名においてアス遊国キデンを我が屋敷に迎える。互いの恨みを捨て和解すべき時が来た。再び神と自由の旗のもとに集え。トーマス・デューのサイン。ってことはデューとエイブリーだ。ホストがパーティーの途中で消えたってか。それってホスト失格じゃない。つまり宝を奪われて住民たちが大反乱を起こしたんだ。住民は始末したけど
今度は海賊の間でゴタゴタがあった。そんなとこ。そこでエイブリーとテューは全員を集めた。ほら、そのなんだっけ、互いの恨みを捨てて和解すると言ってね。そして全員で乾杯。いいか野郎ども、神と自由のためにってね。で酒を飲んだ。二人以外ってな感じで、めでたくリバタリアの宝は二人で独占ってわけだ。こいつらみんな名だたる海賊だぞ。それが一瞬で消されちまった、このテーブルで。すごいわね。あ、ごめん、ついつい。ごめん。大丈夫。で、問題のホスト2人がここにいないってことは、エイブリーの屋敷ってこと。え、行く。よし、記念にね。こっちでゆっくり。よし、気をつけて。大丈夫、へっちゃら。それじゃあ上で会いましょう。元気？うん。また大砲、キューの家と同じだ。毒は大砲より強しってことね。何？ほら、結局毒使ってたでしょ。分かりづらかった、ごめん。ちょっとね。そんじゃ、エイブリー船長、お邪魔しますよ。今日の一言、ケバケバしい。なぜ彼はテューを殺さなかったの？彼の右腕だったとか。ああ、そう、ご名答。頭がイカれた奴の命令を聞いてたってわけ。私の最初の仕事みたい。あのテレビ番組のプロデューサー？うん、メキシコ料理店のマネージャー。メキシコ料理店で働いてたの？高校の時のバイト。あの帽子かぶって？ボスがすっごくイカれた奴だったの。あんな帽子かぶれるくらいだしな。ちょっと何か言った？